2月10日午前9時39分、地方裁判所被告人第一控室。おはようございます。あれ、お一人なのですか？ああ、おはよう、はるみちゃん。あの、迷い様はご無事でしたか？それが、まだわからないんだ。一般人は立ち入り禁止だって、奥の院に入れてもらえなくて。そうなのですか。それでは、あやめ様は今も集権堂でからくり状？彼女はこの事件の被告人だからな。さすがに今は裁判所に来ているはずだよ。じゃあなぜこの控え室にいないのでしょう。確かにこんなこと初めてだな。彼女ならば検察側の控え室にいる。なんで？みつるぎ、あやめさんがなぜ今頃検察側に？今日の証言について担当検事と打ち合わせをしているところだ。今日の証言？あやめさんは検察側の証人として証言台に立つようだ。どういうことよ。なんだって？何やら検事が告白させる、そう聞いている。カルマ検事のやつ、どういうつもりだ？なるほど、今日検事席に立つのはカルマメイではない。え？じゃあ一体誰が？護道でしょう。決まっている、護道検事だ。護道。カルマメイは今修験堂で大切な仕事をしている。修験堂？まさか。その通り、夕べからずっとからくり城の解除を行っているのだ。メイちゃんが？てか修験堂じゃなくて修験堂って読むのか。住職の手ほどきを受けながらな。おそらくあと3時間もすれば全ての城が開くだろう。良い知らせが届くことを祈っている。ありがとう、みつるぎ。護道検事は今日で全ての決着をつけるつもりだ。明日はない、そう考えておくがいい。言われなくても分かってるさ。ふっ、その目の色。どうやらもう熱で浮かされた昨日の君ではないようだ。ここへ来た時決心した、今日こそ決着をつけるって。そうしたら急に体が楽になったんだ。なるほど、今頃代わりに誰かが熱を出しているかもしれないな。やはりが熱出てんじゃね。それではあとは頼んだぞ、相棒。うわー、ああ任せてくれ。いいねいいね。ほとんどの謎にはまだ答えが見つかっていない。エリス先生、綾里舞子が殺害された状況、やはりが目撃したありえない光景、そしてあの女の本当の狙い、そのすべてを今からこの僕が解き明かす。いや、すっげー長くなりそうだな裁判。同日午前10時、地方裁判所第7法廷。これより葉桜院あやめの法廷を開廷します。あのどうして裁判長が？私ですかな。あ、そういえば戻ってる、いつもの裁判長に。実は今朝方私の執務室に弟の使いがやってきましてね、急に信じられない高熱で倒れたということで。そっちに行ったのか。そこで弟の代わりにこの私が来た次第です。はあ、兄弟だったのか。顔が深緑色でした。かなりやる気だったようです。何、
先のことはわからねえ。それが人生ってやつだ。こいつが言うともう重いんだけど。だからこそ人は自分の過去に決着をつけたがる。そいつが俺たちに与えられた特権であり使命なのさ。なるほど。最後まで分かったような分からないような一言ですな。それでは護道賢治、冒頭弁論をお願いします。人の心は移ろいゆく。それは儚い夢のように。しがない世の中でいつまでも変わらないのはただ一つ。このカップに広がる苦くて黒い闇だけなのさ。つまりどういうことですかな。前回の審理で被告人は事件との関連を認めなかった。しかし今日彼女の心は変わった。ハザクライン・アヤメには告白するべきことがあるのさ。告白？被告人がですか？アヤメさん、なぜこの僕に相談してくれなかったんだ？わかりました。それでは被告人の告白を聞かせていただきましょう。自白するんじゃないだろうな。可愛い子ちゃんには名前と職業を聞く。それが俺のルールだぜ。あの、あやめと申します。ハザクラインにて修行中の身でございます。証人、あなたは何か告白することがあるとか。はい、なるほど様には申し訳ありませんが、もう私隠しておくことはできません。一体何のことですか？なるほど様、私この事件に無関係ではないのです。まさか自白なさるおつもりですか？あなたが天竜斎エリスを殺害したと。そうではありません。私はそう、あの事件の後始末をしたのです。共犯者になるよね。そうなるとあの方が命を奪った天竜斎エリス様の亡骸をハザクラインの境内に運んであのような細工をさせていただきました。なんですと。静粛に静粛に。つまり被告人、あなたはこの殺人事件の共犯者だった。そうなのですか？はい、その通りです。最低3分でもう冷や汗まみれかよ。人は誰でも共犯者さ。たまたまそれが殺人事件だった。それだけの話だぜ。そうだろう。なるほど。護道賢治め、打ち合わせをした告白、こいつのことか。どうやらこのあやめさんの証言書、悲しいけど嘘だったんだな。あやめの証言書を丸めてポケットに突っ込んだ。あ、もういらねえってことか。なあお嬢さんよ、よかったら教えてくれねえか。一体あんた誰の犯行を揉み消そうとしたのか。あやめさんが誰かをかばっていた。ううう、全く先が見えないぞ。私幼い頃からハザクラインでお世話になっております。ハザクラインはクライン流霊媒堂の分家。私どもは本家を守るために存在しているのです。本家ですか？だから私この身を汚してもあの方をお守りしたのです。うわ、これさ、犯人がさ迷いちゃんだっていうつもりじゃないだろうな。クライン流霊媒堂家元の娘綾里と迷い様を。やっぱりね。え？そういうことらしいぜ。なるほど。ま、迷いちゃんですって。静粛に静粛に静粛に。殺害の現場を見ただけではなく真犯人の名前まで。本当に残念ですけど間違いございません。私はあの方の犯行を目撃して、あの方のために
被害者の亡骸を始末したのです。そんなバカな、迷いちゃんはそんな。今は弁護人が声を張り上げるべき場面ではありません。告人、まずはあなたの証言を聞くべきでしょう。事件当夜、一体何があったのか。わかりました。ある程度覚悟はしていたつもりだったけど、いきなり予想もつかない展開になってきたな。まあでも天竜斎エリスが何者かっていうのはあやめは知らないわけだよね。そこをつっついていけばいいんじゃないか。迷いの犯行。あの晩、奥の院へ行って中庭で見てしまいました。エリス様が手に持った杖で迷い様に殴りかかったのです。迷い様およろめきになって、エリス様はとどめを刺そうと、迷い様はそれを必死にかわして武器を奪って。あれは正当防衛でしたわ。迷い様に責任はありません。そうきたか。正当防衛ですか。襲いかかったのはエリス様の方だったのですから。ふむ、だから私、迷い様をお助けしようと思ったのです。被害者の死体を葉桜院に移せば、あやさと迷いに疑いはかからない。そう考えたわけだ。悪くねえ、悪知恵だぜ。おかしい。昨日、確か証明されたはずだ。あの晩、あやめさんは奥の院へは行かなかった。奥の院に現れたのは彼女だったはずだ。あやめさんもそれを認めたはずなのに。それでは弁護人、尋問お願いします。まあ、とりあえず一番最初から揺さぶっていこうか。あやめさん、昨日と証言が変わっているようですね。奥の院には行かなかった。昨日はそう言ってました。昨日何を言ったか。そんなこと何の意味もねえぜ。なるほど。あんたその話をどこで聞いたんだい。確か奥の院の修験堂でしたけど。修験堂だっけ。言いづらいんだよ。証言と呼べる発言は証言台でするものだぜ。それ以外は全ておしゃべり、何の価値もねえさ。ふむ、いかがですか証人。私どうしても言えなかったのです。迷い様はあなたの大切な方なのですよね。その方の犯行を目撃したなんて私の口からはとてもわかるような気がします。それでは証言を続けていただきましょう。あなたが奥の院の中庭で何を見たか。はい、かしこまりました。被害者が迷いちゃん、あやさと迷いを襲ったんですか。はい、それは恐ろしい光景でしたわ。迷い様は頭を強く殴られて倒れそうになりました。その時あなたは何を。どうして二人を止めなかったんですか。申し訳ありません。なるほど様、私恐ろしくて足がすくんでしまって、声を上げることすらできませんでしたの。ふむ、無理もないでしょうな。ダメだ、この証言だけはどうしても信じることができない。それからどうなったのですかな。とどめを。そうだと思います。手にした杖を投げ捨てて、懐から武器を。ちょっと待ってください。武器というのは。はい、あれは小刀のようなものでした。小刀ね。その武器で天竜斎エリスは刺そうとしたんですか。そのあやさと迷いを。ええ、その通りです。コーヒーと間違えてソースを飲んだみたいな顔だぜ。そうはならんでしょ。
自分の依頼人の発言がすっきりしねえか、弁護士くん。今のあやめさんの発言どうなんだろう。え、引っかかるにするよ。裁判長、ただいまの証人の発言には問題があります。も、問題？しかしこの証人はあなたの依頼人ですぞ。ま、まあそうなんですけど。いいだろうぜ。証人、今の発言証言に加えてくれねえか。は、はい、わかりました。ちょっとその辺の進行は私がカツンとですね。いいか、あんた二度は言わねえ。裁くのはこの俺だぜ。むぐぐ。じゃあ続けてもらおうか。邪魔な杖は捨てて懐から小刀を取り出したのです。杖を捨てた？エリス様は迷い様の命を奪おうとなさったのです。だから凶器を取り出したのだと思います。確かに杖では致命傷を与えるのは難しいでしょう。ここ杖を突きつけりゃいいのかな。あやめさん、もう一度確認します。被害者が杖を自分から捨てたんですか？は、はい、そうですけど。それがどうかしましたかな、弁護人。やっぱり引っかかるな。エリス様は小刀で迷い様に襲いかかったのです。その小刀どこにあんの？それで迷い様はエリス様を逆に追い詰めました。そしてそのまま手にした凶器でお刺しになったのです。ま、間違いありませんか、証人。ええ、でも仕方がなかったと思います。だってもし迷い様が何もなさらなかったら、この解剖記録の名前はあやさと迷いだったか。ふむむ、まずいな。事件の真相は僕にもまだ見当がつかないけど、この証言に矛盾がなければ迷いちゃんが犯人にされちまう。でも私これだけは言えます。あやさと迷いが天竜祭エリスを刺した。あやめさん、本当にそれを目撃したんですか？はい。くどいぜ、まるほど。カップの中にはどす黒く苦い疑念が渦巻いてやがる。その闇を払うには飲み干すしかねえのさ。こんな風にっていうかさ、体ボロボロなのにそんだけコーヒー飲んで大丈夫なの？あの、どういうことですか？あんたにできるのはただ一つ、証拠を提示することだけ。早くしねえとこいつが冷めちまうだろうぜ。どういうことだ？護道健二が矛盾が暴かれるのを待っている。この場で霊媒を持ち出すのはできれば避けたい。証拠として採用されるとは考えられないし、裁判長の心証を悪くする恐れがある。まずはこの証言の不自然な点を暴くとするか。あやめさんがなぜこんな証言をしたかはわからないけど、ここにはとても不自然な点が2つ隠れている。まあ、とりあえずじゃあ杖を突きつけてみようか。これだね。杖、はい、被害者の杖。あやめさん、あなたの目撃した犯行現場にはどうしても無理があります。